2023年11月7日にアメリカのボーイングは F-15 戦闘機の最新モデルである F-15EX イーグル II の価格を抑制する方法を模索していると米国メディアに発表した。今回はアメリカ軍に納入されたばかりの F-15EX イーグル II について詳しく見ていきましょう。 F-15EX はステルス機 F-35A と比較してもコスト面や性能で多くのメリットを持つことが強調されています。また、その生産、運用、性能面の具体的なデータとともに、アメリカ空軍や他国との関係についても言及されています。アメリカが、イーグル II の価格を抑制する方法を模索していると表明した理由としては、同機の初期ロットが、1機8050万ドル、約122億円だったのに対し、新規の生産ロットとなるロット番号2から4の F-15EX の価格が、1機あたり約9000万ドル、約135億円を超える価格になったからである。アメリカ軍は、K48機の F-15EX を約6500億円で購入する予定となっている。そもそも、同機は、アメリカ空軍で、調達費や運用費が、ステルス戦闘機の F-35A よりもコスト減を狙って、ステルス機が空軍の中心になった後も、現在の空戦能力を維持するために購入が進められていた。しかし、現状の価格で F-35A は1機あたり約8250万ドル、約125億円らしく、従来戦闘機のアップデート版の方が、ステルス戦闘機よりも購入費用が高くなってしまっている。価格高騰の主な理由は、長期にわたるインフレの影響や労働力確保の不安定性要素が大きい。この価格高騰を少しでも抑える方法として、ボーイングは同期の発注数を増やすことを目指しているそうだ。すでに、ポーランドやガザ地区制圧に忙しいイスラエルが同期の購入に関心を示していて、インドネシアに至っては24機を購入する計画を立てている。これらの国がボーイングの顧客となり、発注数が増えて、大量生産の体制が整えば、コストを削減することができるというわけだ。もともと、機体価格は、決して安いものではないと言われており、おそらく、運用コストも、今が、ピークでスケールメリットを得られる F-15 系列と、今後ピークを迎える F-35 では逆転することも考えられる。F-15EX は、F-35 に組み込まれている。エオダスや EOTS などの電子光学システムに相当する装備を外付けで追加調達する必要もあり、実際のコストはさらに高くつくと見られている。F-15EX に関しても、当初の予定数より下回る調達になると見積もられていて、最近の正規戦から F-35 の方がコスパも良いという判断である。なぜ、F-35 とほぼ同等の価格で、基本性設計が、古い F-15 を未だに購入している理由がいくつかあるようだ。その一つ目は、F-35 の製造ラインが大量注文で詰まっており、アメリカ空軍での退役による機種更新が間に合わないためらしい。そして、二つ目が、ステルス機の方が、維持コストも断然安く、すべての敵に対してステルス機が必要というわけでもなく、F-15E 系の方が重武装可能とされているからだ。最後の三つ目は、現役の戦闘機の F-35 と F-16 がロッキード製、F-15 がボーイング製、F-22 が2社の共同開発で製造されたため、ボーイングに F-15 のライン維持を理由に仕事を割り振ったとも言われている。実際に F-15EX は F-15C-D の後継機であり、F-15E ストライクイーグルをベースとし、ボーイング社製の最新型の戦闘機であることは世間一般的にも知られている。F-15EX は2021年2月2日に90分間の初飛行を行って成功させ、初号機は同年3月10日に米軍へ引き渡される運びとなった。従来の F-15C は40年以上の長期活躍した機体であるが、老朽化による保守費用が大きな課題となっていた。1回のフライトにかかる費用も高くなってしまい、
コスト面、安全性などの面からもアメリカの国防総省からも厄介者として扱われていた。そこで米軍は F-15C に代わるこの F-15EX をボーイング社へと発注して導入を決定した。 F-15EX は最新型だが、基本は F-15 シリーズの機体であるため、機体の変更による一からの新たな教育、訓練を必要とせず、パイロットが操作しやすい点も魅力的であると言われている。付け加えて、新たな生産ラインの設置を必要とせず、従来の工場を利用した生産も可能である点も魅力的であり、約 80% のスペアパーツを旧型の F-15 と共有できるようで、現在主流となりつつあるステルス戦闘機を補佐する役目としても十分に期待が持てそうだ。 F-15EX の性能としては、従来の機体に装備されていた操縦系統をフライバイワイヤー方式へ変更、レーダーを AESA 式へ変更、デジタル電子戦システムなど最新のコックピットとミッションコンピューターを新たに搭載し、大きな近代化の成功を収めた。またアメリカ空軍の第96試験航空団の第40飛行試験飛行隊、第85試験評価飛行隊が飛行試験や評価を日本で行う予定となっていた。そして2024年にはオレゴン州キングスリーフィールド空軍国家警備隊基地所属の第173戦闘航空団が初の飛行訓練を行うことになっている。 F-15EX は旧型と比べて見た目の大きな変化はないが、加速性、機動性、耐久性、システム処理能力、最大級の兵装搭載力などの能力が総合的に大きく向上した。しかも、オープンミッションアーキテクチャを採用したことにより、スムーズかつ容易にシステムの更新ができるようになり、ソフトアップデートなどへの対応スピードが格段に向上した。操作系統に関しては、旧式の電気式 CAS という圧機構とを組み合わせたものから、フライバイワイヤー方式へ変更するとともに、従来のパルスドップラーレーダーから APG-82 レーダーにバージョンアップしたことで、より精密な追尾が可能となった。従来の F-15 は、8発の空対空ミサイルを搭載可能だが、F-15EX は、2倍以上の最大22発も搭載できる。また、機体の寿命は約2万時間となっており、これは F-15C の8000時間。F-15E の1万6000時間を大幅に上回るため、長期的な活躍が見込めるわけだ。さらには、1秒間に870億回の処理能力を有するミッションコンピューターを導入したことによって、これまで手動で行われていた操作が自動化され、パイロットへの負担が大きく軽減された。もともと F-15 と F-16 のハイローミックスを F-22 と F-35 でやろうとしたのだが、 F-22 がトータルコストのあまりの高さに生産中止となっていた。反対に F-35 のコマンダーとしての性能や機能が良かったので、梅雨払いと星空コントロールは F-35、 物量攻撃は F-15E という役が割り当てられた。最新の F-15EX の最高速度はマッハ 2.5、最大高度21000M、武器搭載可能量 13.3 トン、移動可能距離1700キロに対して、F-35 は、マッハ 1.6、最大高度 15000M、搭載量 9.9 トン、移動可能距離1070キロ、さらに、ハードポイントの数も、F-15EX が確実に上回っている。第5世代戦闘機である、F-35A よりも、兵装搭載量、航続距離、高度、速度で上回るのが F-15EX であり、コスト面でも優れており、運用費が F-35 の半分である上に、約 80% のスペアパーツが旧型の F-15 とシェアできる点もメリットである。F-15EX のベースになっているのはしかとしたように、戦闘爆撃機型の F-15E ストライクイーグルで、飛行制御システムをフライバイワイヤーに変え、デジタル式コックピットを備えるほか、最新の AESA レーダーや世界最速のミッションコンピューターなどを搭載し、大幅に性能向上を図っている。初飛行は2021年2月2日にセントルイス工場に隣接するランバート国際空港で行われており、これまでに2機がアメリカ空軍に引き渡されている。
ボーイングの報告書によると、F-15EX は、高速性と長大な航続距離、豊富な兵装搭載量を兼ね備えた先進的な戦闘機であり、最も優れた多用途戦闘機であることに加えて NATO での優れた相互運用性、サポート性も有する一方で、価格はリーズナブルで、ポーランドの国防力を向上させるのにも最適であると書いてあった。なお、ボーイングは30年以上も前から、ポーランドに現地法人を開設しており、本社があるワルシャワ以外にも、グダニスクやジェシュフなどに拠点を設けて、1000人以上の雇用を生み出している。